皆さんこんにちは、くまです。ゴールデンウィークも始まったことだし、どこか行きたいなって思いつつも人が多くて混んでいる場所は嫌な僕です。というわけで今日は名古屋市民憩いの場所、大須にやってきました。名古屋で一番の遊び場といったらやっぱり大須でしょ。左側にちらちら見えてるのが大須観音。我が家は毎年初詣はここに来ててさ、4年前にはね、ありがたくもインフルエンザをもらったりと、神様からの恩恵たっぷりの場所です。はい、ストップ。毎回気になってるんだけど、ここのアート超独創的じゃない？自分家のマンションにこれが書かれてたらさ、それだけで友達呼べるよね。大須観音の三大名物の一つ、やばい鳩丼です。鳩の餌買ってあげることができるんだけど、買ったら最後上狂った鳩どもにね、蹂躙されることになるからお気をつけください。何も知らないちびっこがね、犠牲になってるのは大須あるあるです。大須商店街をブラブラしていきます。大須って昔ながらの和菓子屋とか着物屋もあれば、最新グルメとかブランドショップ、メイドカフェまであって、ほんとカオスなんだよね。外のテラスで昼からビール片手に女子会、めっちゃ楽しそう。リタイア後はあんな風にセカンドライフを楽しみたいよね。お腹も空いたし昼ご飯にします。今日のお昼はこのたこ焼きとハイボールが同時に楽しめるという最高のお店。っていうか、たこ焼きの外から焼いてるところ見えるのほんと安息だよね。あれが見えるだけでたこ焼き食べたくなるもん。種類いろいろあってめっちゃ迷ったけど、圧倒的人気らしい二色盛りってのにしました。定番のネギマヨ味と変わり種の卵チーズ味、両方絶対うまいやつだよね。ハイボール頼んだら無料でお菓子がもらえた。サービスすごすぎん？というわけで昼から乾杯。いや、明るいうちから飲むアルコールはやっぱ最高だね。こちら鉄板で焼いたプリプリのタコ串です。黒胡椒強めでね、完全に酒を飲ませに来てる。思惑通りハイボールがぐいぐい胃に吸収されていくわ。そしてお待ちかねのたこ焼き。っていうかタコ串もそうだったんだけど、カメラのピントが全然合ってないよね。せっかくの美味しさを全然伝えられない。ピント合わせるコツとかテクニックあればぜひ教えてください。で、たこ焼きはもちろんめちゃうまで、お酒も入って気持ちよくなってきたら、次食べるものは決まってる。そう、スイーツ。今回は日本のスイーツ、たい焼きです。この昔ながらの形最高だよね。やっぱりお酒の後は甘いものに限るわ。うますぎる。その後はいい感じの雰囲気の古着屋行って、爽やかブルーなジャージ買ったり、最近新しくできたおにぎり専門店で夜ご飯用におにぎり買ったりしました。やっぱり大須は何回行っても楽しいね。昔から変わらん古き良き日本の商店街的な雰囲気も残ってるし、最新のグルメやオタク文化もどんどん取り入れてるしで、名古屋で一番楽しい街じゃないかな。もしね、名古屋に旅行に来ることがあったら、ぜひみんなも行ってほしいね。それじゃあ今回はここまでで、また次回バイバイ。